ちは、かおりです。本日もよろしくお願いいたします。今回は天秤座の新月についてのお話をしていきたいと思います。以前も動画で肉体のケアであったり、自分自身をいたわってあげることによってバランスが整っていく時期でもありますよっていうお話をしたんですね。それで天秤座の新月に向けてバランスを整えていきましょうっていうお話をしてたんですが、で天秤座はもう見ての通り、こういう天秤にかけるじゃないけど、こういうねバランスを取るっていうようなイメージですよね。パートナーシップであったり、あとは自分の肉体と精神のバランスであったり、まあ様々なねバランスを整えていくっていうようなエネルギーなんですが、今回の天秤座の新月のエネルギーってなんか宇宙意識と今までの地球でね滞在して生きてきた自分のエネルギーとのバランスも、そのあたりも整えていく流れになってるんじゃないかなって今すごく感じてるんですね。というのも宇宙意識になるともう未知だらけなんですよ。未知の世界だらけなんですよ。でも今まで築き上げてきた、これまでこうだったからとか、これはこうとか、いっぱい思ってる以上の固定概念やら、いろいろな制限やら縛りやら、いろんなものをまだ手に握っている状態なんですね。なのでそれを一つ一つ手放していきましょうっていう断捨離のお話も以前したんですが、そうしていくことによってこの宇宙意識とのまたバランスっていうのも整ってくるんですよね。その宇宙意識っていうのはまだまだ全然自分でも本当は本来の姿なんですが、今の自分の状態では認識できていない自分っていうのもいるんですよね。もう能力だってどん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 開花していくし、思うようになるし、どんなことだってできるしっていう自分がいるって言っても信じられなかったりするじゃないですか。その信じられないっていうのはやっぱりどこかにまだこうやって重たいね、地球のものをこうやってぶら下げてるような状態だから、こうやって上の方になんか分かる気はするんだけど、でも本当にっていうこの下の制限を使ったままだとどうしても理解できなかったりするんですよね。なのでこれを一つ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 手放していって、それでこっちの次元の自分も受け入れていくっていうことにちょっと趣を置いていっていただきたいなと思うんですよね。で、秋分の日のワークでもやったんですが、自分がワークやってる最中にパーってイメージ出てきた人物像であったり、あとはもう架空と言われてるようなものであったり、そういったものがイメージ湧いてきたら、それも自分なんだっていうのを受け入れていってほしいっていうお話をしたんですね。というのもその想像できるものも全て自分なんだっていう、今ここの視点からしたらそんなの信じられないっていうような次元の自分だっているんですよね、実際ね。で、想像できるものは全て想像できるんですよ。なのでそういった視点の創造主の視点に立った時に、こうやってだん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 こうやってバランスが取れてくるんですよね。で、このバランスが取れていくっていうのは、さっき言ったように一つ一つそういった固定概念やら重たいものを地球の周波数やらどん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 手放していって、否定というブロックもどん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 外していき、で軽やかになって軽やかになって、こうやって合致した時にその景色が見られるんですよね。なので自分に対しての否定っていうのをまず一切やめていくっていうのがステップ、まずステップ1というか最初のステップだと思うんですよね。で、今回、天秤座の新月に限らず、いろいろ新月とかになったら節目節目で目標を書いたりとか、夢を書いてみたりとか、お願い事を書いてみたりとかすると思うんですが、それで自分が湧いてきたものっていうのをそのまままずちょっと書き出してみたりとか、それが叶う叶わないにこだわるのではなく、自分の望みっていうのをあぶり出していただくっていうのもとってもいいかなと思うんですよね。あ、本当はこんなことが望んでいたんだって、どこか
かで、あ、これ絶対無理だろうって押さえつけてた欲望であったり望みであったりたくさん出てくると思うんですよね。で、そういうふうにその望みを叶えてる自分の感情っていうのをまず感じていただきたくって、で、その新たな望みが出てきました。で、これに対しての否定をどん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 手放していき、で、ここの望みが叶っている自分っていうのはどんな感覚なんだろう、どんな感情なんだろう、安心感に包まれてるのかな、それともワクワクで満たされてるのかなとか、もうエキサイティングな状態になってるのかなとか、それを想像して想像して、で、あ、そうなんだ、こういう感じなんだっていうのを自分の想像から始まり、そうやって実際に体感を落とし込んでいくんですよね。そうするとこの離れ離れになって、ここに隔たりとなっていったものが、それがもう溶けてきて、だん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 こうやって近づいてくるので、で、そういうふうに一つ一つ自分の望みっていうのに対して否定をせずに受け入れて、で、真新しい世界を作っていけるんだっていうのを創造主の視点に立ってね、見ていただきたいなって思うんですよね。すべてもうこの宇宙もこの世界もこの惑星もどの惑星も生み出したのは自分なんだ、自分が宇宙の中心の創造主なんだっていうのを今はねちょっと理解できなかったとしても、それを自分に言い聞かせてあげることで思い出してくることってあるんですよね。あ、もしかしてこういう感覚かもしれないっていう、まずその創造主だっていうこともに対しても否定のブロックを外していくと、あ、そうなんだ、じゃあ自分がこの現実を作っているんだから、自分がいかようにも変えていくことができるんだっていう視点に自然となっていくんですよね。変えようと必死になるんじゃなくって、もう分かってる、知ってるっていうような状態になってくるので、そういうような感覚にバランスを整えていくことでなっていくんですよね。なので以前の秋分の動画の続きのような内容になってんですが、そういった自分から湧き出てくる想像できるものっていうのを一つ一つ受け入れて、それで今の自分をベースにしなくていいんですよね。全然自分、今の自分とは全然別の自分からの想像、そう、自分からの望みっていうのを生み出してもいいですし、それも全て目にも映るもの全てが自分のもの、自分のものっていう、なんか自分のものっていうか自分が生み出したものなので、全て私っていう視点に立てると、そういうなんか抵抗感っていうのもなくなってくるかなって思うんですよね。以前も意識のお話をしましたが、自分の意識がここまでだって決めつけてしまうと、自分の認識できる世界っていうのもここまでになってしまうんですよね。でもだん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 意識を広げてって、で、自分の意識はもう地球を突き抜けて宇宙に広がる意識なんだって、この世界を包み込むぐらいの大きな意識が私なんだっていうのを、そういう視点に立った時にまた意識の拡大、意識が広がる感覚っていうのがありますよね。で、もしそういう行き詰まってしまったら、そういうまず意識を拡大して、そういう大きな視点に立ってからそういったものを見ると、意外とスッと受け入れやすかったりするので、そういう感覚でなんか意識とかエネルギーの動きとか、そういうのでちょっと楽しんでみるっていうのもいいかなって思います。で、自分自身に対しての否定のブロックも外し、自分の中でバランスが整ってくると、現実っていうのは自分の映し出しなので、で、そういった人間関係であっても、さまざまなものであっても、自分にの中でバランスが整ってくると、そういったものも全てバランスは整ってくるので、なのでまず外をどうにかしようとするんではなくって、自分の中のバランスを整えていくっていうのを意識していただけたらいいなって思います。で、今回のおさらいになるんですが、今回の天秤座の新月っていうのは、未知なる自分と今認知している自分っていうのを統合っていうのが今回の天秤座のエネルギーかなって思うんですよね。なので、どんなことでも否定しないで受け入れて、
て全ては自分っていう視点に立った時に本来の自分自身のバランス状態で想像していっていただけたらいいなって思います。でこれからもねどん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 加速されて現実っていうのも映し出されるスクリーンも社会であったりいろいろなね自然界であったりもいろんな変化がもっともっと出てくると思うのですが、自分さえしっかり軸に立ち自分がバランス取れていればどれだけ多くの情報があったってどれだけ多くの変化があったって現実が目まぐるしく変わろうといろいろな社会の仕組みであったりとかいろんなものが大きく変わろうと自分がバランス取れていればちゃんとバランスよく自分にチョイスしていくことができるので、そしてその中でも自分からいろいろ生み出して想像して楽しんでいくことができるので、そういったバランスっていうのを今後のためにも整えていくことが大事かなって思います。そのためにはこの週分から続いてますが、もう自分に対していたわりを持ってあげたり肉体のケアを持ってあげたり、あとは必要となるものを選ぶ、そして断捨離をしていくっていうのは自分のバランスを整えていく上で大事になってくるので、そういったのも含めて全部自分のためのバランスを整えていくっていう視点に立っていただけたらいいなって思います。で今日は天秤座の新月なのですが、自分からね生み出された望みっていうのを好きなように描いていってもいいと思うんですよね。こだわらなくてもね、自分から生み出された望みっていうのをあぶり出すことによって自分自身のバランスも整っていくんだっていう意識をちょっと持っていっていただけたらいいなって思います。本当自分の中でバランスが整っていくっていう意識状態にいると本当にちゃんとバランスも整ってくるので、そういったね視点も持ちながらこの次の新月までの1ヶ月新たな自分も想像していなかったような体験をしたり望みを生み出したりしていただきたいなって思います。では本日もお付き合いいただきありがとうございます。またよろしくお願いいたします。